はい、今日のサバはですね、相模湾の朝取れたばかりのサバです。なのでね、釣り人の方とかはよくね出会うサイズじゃないでしょうか。多分 400g サイズぐらいのサバで、まだねちょっと痩せてるんでそんなに脂ないかもしれないですけど、これだけの鮮度のいいサバでしたら、半身はねお刺身とかしめサバ、アニサキスがあるんで心配な方はね冷凍してもらってもいいと思いますけど、半身はお刺身かしめサバで、半身は塩焼きにしたりね、煮付けにしたり味噌煮にしたり、そういう無駄のない調理方法をお伝えしたいと思います。で、頭もねしっかり最後まで使って、サバを丸ごと1匹、釣れたサバを丸ごと1匹ありがたく全部いただくということをテーマに、さばき方をお伝えしていきたいと思います。それではね早速さばいていきます。はい、でせっかくのサバなのでね、頭まで全部今日は使いたいと思いますので、まずはですね、鱗がついてますので鱗をね取っていきます。包丁で、ね、あれねちょっと鱗を取っていきます。非常に綺麗なサバですね。こんな感じで鱗取ります。はい、こんな感じで鱗取りましたら、頭を今日は使いますので、まずはねエラと内臓を抜いていきます。で、見てください、真っ赤というかね、ピンクというかオレンジというか、ほんと取れたてのサバの色してますよね。釣れたサバもこんな感じだと思います。ここの膜のところに包丁を入れて、ね、この顎の付け根を切ります。で、こっち側の膜も切ります。この状態、そうするとエラと、ね、この身の方の膜が切れました。そしたら真ん中から肛門のところまで開いていきます。で、エラを引っ張り出します。ここ引っ張り出すと、ここだけなんですよ、くっついてるの。ここ取ります。で、この部分がくっついてますんで、ここに包丁を入れていきます。 V の字にも入れてあげます。すると後ろにやるとね、こうやってよいしょ、こんな形でね、エラと内臓が一緒に取ります。結構脂ありそうですね、見た感じ。肝も綺麗です。これ心臓ね。はい、じゃあこの状態でこの中を綺麗に洗っていきます。こんな形でね、綺麗に中まで、キッチンペーパーで綺麗にしてあげましょう。これね、鮮度の悪い何日か経ってるサバだと、ここがね中の骨が出ちゃったりとかしてすぐに傷んじゃうんですけど、これだけね鮮度が良ければこんだけやってもね綺麗に残ってます。釣れたサバももちろんねこんな状態になると思います。はい、で半身はお刺身用の三枚おろしにするので、このね皮の部分はいらないですよね。ただ煮付けにする部分は皮まであった方がいいので、このね皮の後ろ、これですね、ここでね頭を落としちゃいます。で、頭も美味しいんで、これをね頭半分に割って、こうやって入れていただいて、ね、上からトン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 ってやると半分になります。こんな形でね、お吸い物とかにしてもいいと思います。はい、それではね、2枚におろしていきます。でね、こっちの部分、下身の部分ですね、骨のついてる方はこのままね、塩焼きにしても煮付けにしてもいいので、尻尾だけで取っちゃいます。こんな形で、お刺身を、まあ、塩焼きにしても煮付けにしても半分に切ってもいいですし、まあ、ちょっとね塩焼きにするんだったら、ちょっとね飾り包丁なんか入れてもいいんじゃないでしょうか。こんな形で、ね、準備するといいと思います。はい、こちらはねお刺身しめさばにしますんで、このね、カマは使わないので、カマを取っちゃいます。カマはここのね腹びれから背びれを斜めにね包丁入れる感じで取っていきます。こんな感じで、腹骨を取っていきます。結構脂ある、いい魚でしょ。はい、ということでね、1秒無駄なく使うということで、こちらはねお吸い物とか味噌汁にしていただいてもいいですし、こちらはねお刺身にしてもいいですし、しめ鯖に作っていただいてもいいと思います。で、半身は煮つけてもいいですし、塩焼きでもいいですし、このままね竜田揚げにしても美味しいと思います。このようにね、せっかくねいい魚釣れましたら、無駄なくね使っていただけたら嬉しいです。ということで、宇太郎でした。ナイス。